こんにちは下坂えり子ですさあ今日のテーマはですね夫を夫の会社を辞めさせた理由についてお話ししたいと思いますちょっといきなり深いテーマにちょっと今日は来るかもしれませんが覚悟して聞いていただけたらと思いますまず私はですね今のちょっと現状まだ私のことを知らない人もいるかもしれないのでちょっとお伝えすると、えっと、3人の子供がいて夫は専業主婦 ですまあ私の仕事を手伝ってくれているという感じで専業主婦をしてくれています。で私はあの自分でビジネスをしてあの自分で一人社長ですねあのとしてあの仕事を取ってきてあの士気を回すというあの一家のいわゆる大黒柱をしています。で周りにはですねあの普通になんかママ友とかはいるんですけれども大体。だいたい あの、ママの方が専業主婦だったりするので、なんかこのスタイルをしているのが、なんかまあ、まあ逆だね、みたいなことは言われます。まあそんなスタイルを取っています。まあそんな私もですね、別に最初からこうだったわけではなくて、子供が生まれたの、生まれるまでは普通にあの社会人として働いていました。で、まああの、ちょっと言うと私の仕事経歴はですね、非常にポンポンあちこち行っておりまして、あの、経営 契約社員、えっ、ー、と、派遣ですね。派遣社員が非常に長かったんですけれども、最終的には、えっ、ー、と、正社員になりました。なったんですけれども、なんか2社ともブラック企業で、あの、2社とも、あの、辞めてしまったんですけれども、まあ、それを機にですね、もう人の下で働いては、あの、家族を守れないってことに、まあ、気づいて、まあ、辞めて専業主婦になったわけなんです。なので、私自身は、 もうまあ何も特別ではなくて最初は専業主婦で普通に家に入って家のことをしていたわけなんですよね。でそこからなぜ今夫が専業主婦になっているのかという問題ですよね。まあ、夫を結果的には辞めてっていうふうにあの夫はあの正社員だったんですけれどもある時ですね私の仕事の方が軌道にちょっと乗ってきたので夫に会社を辞めてもらって。 専業主婦になっってもらったという経緯がありますなので今日はですねこのなぜ夫を専業主婦にあのなっていただいてなってもらってやめてもらったかっていうところをお話ししたいと思います。で事、まあの経緯はですねうん,なんか私自身が家族何でしょうねちょっとまた言っていいか分かんないけど死ぬ時は家族でいたいっていうのがなんかあったんですね。で今ねテロ事件とか うん、地震もそうだし、災害もそうだし、うん、あとはこの間のコロナもそうだし、まあ、いろんなことがありますよね。水害もそうですね。でそんな中で、そういった災害時に、まあ、仕事に縛られてしまった結果、家族バラバラで死ぬのは嫌だなっていうのが大きくあります。 で特に私が恐怖を感じたエピソードがあるんですけれども、それはですね、私がま、ね、子供2人の時ですね、で、家にいる時に、えーと、水害が、水害が起こるかもっていう時があったんですね。2年前ぐらいだったかな。でその時に夫は何をしていたのかというと、まあ、ヘルパーさんですね、介護事業所のヘルパーさんだったので、あのお,どお年寄りの あのお世話があるわけなんですねもちろん生きているからお世話があるわけなんです。であの水害があるのを、うん、とちょっと前日ぐらいから分かっていたので、まあ、ある意味その雨とか、まあ、水,水があふれるかもしれないという時に夫が、まあ、健常者の夫が、まあ、そういったあのお年寄りのところに行かないで住む対処法もあったと思うわけなんですね。 でもそれがなくて、あのすごく危険な中、すごく雨も雨風ひどい中ですね、もしかしてもうすぐ水があふれるかもしれないっていう時に、雨の中、夫が出てったんですね、お,お仕事のためにですね。それを見た時に、あ、なんて命の危険のある仕事なんだろうっていうふうに思ったんです。でもちろん、こういったことをしてくれる人がいるので、 あの社会が成り立っているっていうことは大前提なんですけれどもとはいえ我が家にはね小さい子供もいるしねなんていうでしょう私自身はもちろん夫を失いたくないわけですね子どもたちもそうです。でそんな中、うん、雨の中命の危険があるのに出ていかざるを得ない仕事をしているっていうところにちょっと疑問を持ったんですね。 でもちろんその時すぐには、ねあの、だからってやめるとかはもちろんできないし、責任もありますので、あの夫はそれを全うして、幸い水もあふれずに、まあ、命も取られずに、あの命もあってあの、普通に生活できているんですけれども、その時にですね、やっぱりこう命のリスクがあるお仕事をあのどう選ぶかっていうところですね。例えばそれが うん,なんて言うんでしょうね。あの、それなりの報酬があるとか、それがもちろんすごく、うん、やり、やりたいとか、まあ、そういった、あの、選ぶ、選ばないは自分で決められるとは思うんですけれども、そういった時に、家族としてのライフスタイルをどうしたいかというふうに考えたときに、私はやめてほしいなっていうふうに思ったんです。もちろん、命の保障がね、あの、ない、ないというか、そういった中でも、 行かなければならないっていう責任のすごくあるお仕事だと思うんですけれどもそんなもの,あのそういったところに何でしょうね対応をするお仕事だったのでちょっと、うん、無事でいてほしいなっていう一心ですねもしかして自分勝手かもしれませんがはいである時私が軌道にお仕事の方が乗ってきて まあ、一家の大黒柱としてもやっていけそうだなっていうふうに思った時に夫にちょっと相談をして、まあ、それ以外もですねちょっと介護職で腰を痛めたりいろいろ痛めたりもしていたものですから、まあ、夫自身もまあ長くちょっと働くのは難しいかもっていうふうに思っていたようなんですけれども、まあ、そんなこともあって辞めるという決断を夫がしてくれたわけなんです。 で、やっぱりこう、人生っていうのは一回きりなんですね。で、家族としての人生はもちろん一回きりなんですね。で、命は一つだけなので、誰か欠けてしまったら、まあ、欠けてしまった家族になるわけで,で、そういったリスクを家族単位で防ぎたいっていうのが私は強くあったんですね。なので、今現在も、まあ、後々考えたらですね、専業主婦、 のもう良かったなというふう思うんですけれども私がビジネスを立ち上げて継続をしてこの家族でしっかりとこうあの楽しく生きていけたらいいなというふうに思って今のスタイルをとっています、はいまあ。というわけでですね今日お話ししたのは私が夫を <laughs> 会社を辞め,さ辞めてもらった理由というところをお話しさせていただいたんですけれども。 なんでは、あの、私自身もこういった決断ができるようになったのは、自分自身がブラック企業で悲しい思いをしたり、まあ子供を失ったりしたっていう経緯があるので、やっぱり家族単位でそういったあの命の危険があるんだったら、それをリスクを回避したいなっていうところが強くあ,あるっていうところですね。はい。で、なかなかですね、あの、社会人だったり、責任あるポジションにいらっしゃったりすると、まあこういった選択は、 ね、難しかったり、あのいすぐに、ね、ポンと決断できるものではなかったりします。社会の,、ね、あの責任とかの、やってることとかもになってることがそれぞれあるので。ですが、人生は一回きりなので、ぜひあなたの人生どうしたいかっていうところを考えていただいて、どういうスタイルで生きていきたいかとか、どういうスタイルで家族と関わっていきたいかとかも考えていただいて、 見てもいいんじゃないかなっていうふうに思います。それを考えることによって、まあ私も今取り組んでいる自動化をして、もっと自分の時間をあの効率よく空けて、あの他のものに使おうとか、そういったことも意識するしたりとか、またですね、あのそういった方法がないっていうふうに思うかもしれませんが、ないんじゃなくて、じゃあどうしたらいいんだろうっていうふうに考えてもらうと、方法が自然と見つかってきます。はい。なので、ね、今日これを聞いて、 いいただいただ方はあの自分の人生どうしたいかなっていうところを一回考えてみていただくと、まあ、いろいろどういうふうに進んでいきたいなとかじゃあどうしたらいいのかなっていうところをあの意識することができるのでぜひ私もあなたも豊かな人生を歩んでいきたいな歩んでほしいなというふうに思っておりますので応援しておりますのではい一人でもそういう方が増えてもらうと 嬉しいなというふうに思うので、私はこの活動も続けております。はい。じゃあ、まとめますと、私は、私が夫の会社を辞めてもらった理由としましては、まあ、家族と、家族の時間と、まあ、自分の人生を大切にするために、こういった選択をしておりますということです。あなたも一度考えてみてくださいね。はい。今日もお聴きいただいてありがとうございました。 気に入っていただいたらフォローしていただけると嬉しいです。また明日配信、配信、配信だってすいません。<laughs> また明日配信します。それでは、えっ、ー、と、もう週末なんですけども、良い週末をお過ごしください。バイバーイ。